おはようございます。ショータイムゴルフです。おはようございます。めっちゃ早いね。投げ捨てがやばいんですけど、今日はハンズゴルフクラブに来ております。はい。ということで、皆さん、アイアン飛ばしたいですか？飛ばしたいです。ということで、今回は LK アイアンを使ったら、どのぐらい飛ぶのかっていう検証をしていきたいと思います。まあ、飛ばし屋代表で。で、ここに勝ち上げるんですけど、アマチュア代表で、はい、打ってみて検証していきたいと思います。よっしゃー、はい、飛ばすぞ。はい、トラックマンあるんで。トラックマンもついてる、はい、で、トラックマンあると、はい、どのアイアンを使って LK アイアン、はい、小野さんからちょっと提供していただいたので、はい、これで、FF っていうの、うん、で、これを使って打っていきたいと思います。小野さんが出している飛び系アイアン、はい、はい、楽しみですね。はい、頑張っていきましょう。球、はい、めっちゃ高い。上がりますね。しかもすごい飛んでるのが分かる。めっちゃいいじゃん。自分のクラブで8番。8番、はい、マイクロお願いします。136しか飛んでない。136。失礼します。130台だ、絶対。ごめんなさい、レンジボールでやってた。これ本当ですか？はい、レンジボールですよ、これ。え、レンジボールですか？これレンジボールですよ。じゃあ、いいか。そんなもんですよ。僕飛ばないんです。うん、合ってますね。うん、合ってます、合ってます。137。まあそんなもんですよね。いやいや、そんなもんではない。157。そんなもんですよね。8番。はい、8番です。165。嘘でしょ。165。全然違うね。ナイスショ。お、これはいいんじゃない。嘘。ああ、ちょい右。155。いいよ、こ。これは163。おー、163。じゃあ170来そうだね。6番ってこと。6番があれっすよ、一番立ってる。6番。自分のクラブで。さあ158。さっきと同じ。これが、はい、これが FF のオノフの8番。うわ。で、カセ君のこの黄色いのが、はい、今の6番。負けてるやん。168。168。まだあんま変わらない。まあ。8番と変わらないもん。変わらない。ナイスショー。これはいい。ああ、完璧じゃないですか。いいんだ。あ、ちょっと見えないかな。どうですか。じゃあ次。ナイス。6番。うわ。即買いで。やば。こんなに違う。今ちょっとダブったし。すげえ。ダブってスピンは確かに少なかったですけどね。3000しか出てないから。
あ、ちょっと左だ。巻いたらね。巻いた。ほらほら。すげえな。わかりやすく出ましたね。わかりやすいです。8番。8番の活躍のマイクラブと、はいはい、青が FF2、オノフの FF247。8番。で、6番が活躍のこの白、白が、マイクラブと、あの傾向は一緒ですもんね。傾向一緒です。やっぱり2番手、2番手ちょい20ヤードぐらい。6番はもっと、もっと出てますね。30ヤードぐらい。うん、うわ、安心感あるわ。ね、番手がね、6番でね、こんだけ飛んだら。お、よいしょ。これいいぞ。これいいぞ。ああ、まあ、まあ、やっぱりこんぐらいですよね。はい、それじゃあ俺、じゃあ翔太が、じゃあ翔太自分の8番で、8番で163ヤード。ナイスショー。あ、まあ、大体こんなもんですか。まあ、そうっすね。もうちょい、まあ、コースケだともうちょいいくかなっていう感じですかね。これコースボールに直してる感じですか。直してるんですけど、まあでもまあ、もうちょいいくかなって感じですかね。朝寒いんで、普段も。こんぐらいですね。うん。俺ももうちょいいくけど。普段もうちょっといくけど。の次8番、はい、俺がさっき使ったカーボンシャフトの、どう？まあ、右行っちゃったけど当たりは悪くない。おー、1832番手くらい。マントビ。右に。同じ183ヤード。ちょっと振りに行きましたね。振りました。振りましたね今。おお、194。すげえ。8番すげえ。飛びますね。打感がしかもめちゃめちゃ柔らかいですね。結構いいですよね。普通の飛び切りの硬い打感と違って。これ6番マイクラブ。これマイクラブです。はい、よいしょ。6番で194、さっきの8番のマンブリと同じ。うん、おー、安定してるね。それもいいね。じゃあ次は、次は同じシャフトの、同じシャフトでヘッドが6番の FF に、はい、はい、217。すげえ。6番でいい球、めっちゃ前に進んでる。6番で44ヘッドスピード出てるんですよ。早いっすよね。とんでもだから結構ドライバーやん。ドライバーやもう。ああ、213。まあそんなことない。6番で220飛ばせんのか。すげえなじゃあ半端な。全番って打ってみる。じゃあ全番って打ってみる。うん、じゃあ A から行きましょう。じゃあ A から。これはいい。
120、うん、そんなもんピッチング、はい、ピッチング俺普段あのクラブで125とか、うん、125とか、150ぐらい飛ばしてもらわないと。そうだね、うん、飛ばそう。さっき8番で、あ、そうか、そうか、はい、そう、じゃあ、9番9番アマチュアだから、アマチュアだから、ナイスショ。おお、来た155使うわ。7、はい、うわ、いい感じ。中川じゃん、翔太に言う、ちょっとまだ負ける、もうちょっと飛ばしてもらわないと。ちょっと、ああ、いいですね。7番で180近くいけば十分でしょ、ね、まあ、ということで、はい、翔太今度俺、オッケー、でもまっすぐ、すごい140 いいね、アホか、すげえ、これもなんかしっかり当たってたな。 143.9、 まあそんなもんでしょう。さすが翔太。次 P ですか。 P です。 P、 OK、160、うん、158.4。 やば、やば、ちょっと右に、うん、100、でも155、次は9番9。そうだよな、 ピッチングだもんね。そうそうそう、びっくりしたわ今。ピッチングで155だ、次の朝だ、しかも朝だしね。ナイスボール、178.9。 はっ。すげえな、うん、ナイスショー、すごいです。177、すごい、すごい。あ、7番、これ7番です。7番、はい、PGA だよね、もう。飛び系アイアンで言ってくれ。PGA。 あー、進んでる進んでる、よいしょ、197。すげえ、弾道もめっちゃいい。 PGA ツアー、 PGA ツアーですね、これは。7番で200ヤード。うわー、これは飛んでるわ。これ飛んでるぞ。ドローかかった、ドローかかって、行ってくれ、これ行ってるでしょ、行ってくれ。203.8。 素晴らしい、ナイスドローですね。こんな感じいいんじゃないですか。はい、はい、今回このオノフの、はい、飛び系アイアンを使った検証結果、はい、プロでもアマでも2番手くらい上がるっていうことで、はい、めちゃめちゃ飛びます。めっちゃ飛んだね。これで PGA ツアー行こうな、俺。これで行ってくれます。俺キャディするわ。キャディするわ。オッケー、頑張ろう、今年頑張ろう、今年頑張ろう、 PGA ツアー出よう。よっしゃ、動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。声ガラ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 ガ